ファウストス博士は、トーマス・マンの小説、ファウスト博士とも訳される。1947年間、架空の近代音楽作曲家、アドリアン・レイバー・キューンの運命を、ファウスト伝説を下敷きにして描いた長編で、万々年の作品。一友人によって語られる、ドイツの作曲家、アドリアン・レイバー・キューンの生涯の副題が示す通り、古典語学者、ゼレヌス・サイトブロームが、 年下の友人である、レイバーキューンの生涯を語り起こすという設定で書かれている。もともとは漫画若い頃に短編の素材として着想したもので、1943年になってふと思い出し長編に仕立てたものであった。漫画本作執筆に着手した1943年5月23日は、 作中でザイトブロームが物語を書き記し始めた日付と同じであり、ドイツが崩壊をたどる、大戦末期の時間進行がザイトブロームの語りに重ね合わされている。創作に必要な霊感を得るために意図的に梅毒にかかり、破滅に向かうレイバー・キュームは滅びゆくドイツを象徴する人物であり、物語全体はドイツへの批判であるととともに、マン自身の自己批判とも捉えられる。 ただし、ファウストス博士の成立には、レオンハルト・フランクからの問いかけに対し、主人公には特定のモデルはいないと、マンが答え、さらに、ハノーブ・ブッテンブロークを除いて、これほど愛したキャラクターは他にいないと述べたと、記されている。ありがとうございます。